いらっしゃいませ、社員へようこそ。当店では最低でもセット料金6,000円、サービス料金2,000円が必要となります。また別途指名料2,000円が加わります。ご指名はいかがいたしましょう。ヒカルですね。少々お待ち。キリュウさん、いらっしゃいませ。ずっと待ってましたよ。こちらになります。ありがとうございます。え、お世辞でも嬉しいです。ちなみに呪文は質感のいいお尻ですよ。大変。じゃあ触れないようにしないとですね。みんなに言ってるんでしょ。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。そうなんですか。実は私もなんですよ。キャバ嬢やってて言うのもなんですけど。ふん、そうなのか。同じ人見知り同士、俺たち気が合うかもな。ですね。これからも仲良くお願いします、キリュウさん。さんですか。ああ、古い付き合いのある刑事だ。まあ相棒みたいなもんかもな。相棒ですか。キリュウさんはその人のことが好きなんですね。お前の方が好きだ。もう、キリュウさんたら、伊達さんに悪いですよ。そろそろお時間となりますが、
ごゆっくりどうぞ。あ、話は聞いたことありますよ。なんかやんちゃな人がたくさんいる会ですよね。まあ間違っちゃいねえが。なんだか毎日騒がしくて楽しそう。そうですね。私お茶や紅茶が好きなのでよくお茶会に行ったりしますね。ほう、お茶を入れるのが好きなのか。はい、もちろん飲むのも好きですけどね。あ、よければ今度キリュウさんにも入れてあげますね。ふん、ああ、楽しみにしてるぜ。どうだ、就活するかアイドルを目指すか結論は出たか。はい、今日は桐生さんにそれを言おうと思って。私潮田光はトップアイドルになるために頑張ることを宣言します。やはりそうか。はい、本気じゃないように見えるかもしれませんが、私本気です。キリュウさんの助言のおかげです。ありがとうございました。なに、俺は思ったことを言っただけだ。頑張れよ。はい、あとはどういう特徴を押し出していくかを考えなきゃですね。特徴？はい、キャッチフレーズっていうか個性を出していかないと生まれちゃうので。確かに競争社会だからな。ええ、キリュウさんは私にキャッチフレーズをつけるとしたらどんなのがいいと思います？キャッチフレーズか。そうだな、癒しの国のプリンセスなんてどうだ。真剣に考えてくれてありがとうございます。お前の魅力はふわっとした雰囲気だからな。俺みたいにそこに癒される男も多いと思って考えてみたんだが。キリュウさんにそう思ってもらえるなんて嬉しいな。それにプリンセスなんてつけてくれてなんだか照れちゃうな。まあ参考にしてみてくれ。いい切り口が見つかるといいな。はい、ご意見ありがとうございます。キリュウプロデューサいらっしゃいませ。社員へようこそ。当店では最低でもセット料金また別途。ご指名はいかがいたしましょう。ヒカルですね。少々お待ちください。さん、いらっしゃいませ。ずっと待ってましたよ。こちらになります。
人間関係の基本ですよね。どうせみんなに言ってるんでしょ。では入れてる人も多いですし、私は特に悪いことだとは思いませんね。入れるときは痛そうだなって思いますけど、ひょっとして桐生さんも入れてるんですか？ああ、背中にな。へえ、そうなんですか。背中にはどんな柄を入れてるんですか？光る、お前だ。え、私ですか？ちゃんと可愛く入れてくれました？ああ、すごく可愛い竜だと思うぜ。竜じゃないですか。キリュウさん面白いですね。できるじゃないですか。そういうのをよく遊んでいますね。キリュウさんはどんなゲームをやられますか？今は恋愛というゲームに夢中かもな。キリュウさんは急にキザなことをおっしゃりますね。変な人。難しい話は苦手です。私自身あんまり友達が多い方ではないですし。その人のことを信頼されてるんですね。いいなあ。私も桐生さんにそんな風に信頼されたいなあ。そうなれたら最高だな。そろそろお時間となります。ごゆっくりどうぞ。前世とかかな。中学生の頃ですかね。
結局片思いのまま終わっちゃいましたけど。告白とかはしなかったのか？できるわけないじゃないですか。話すだけでもドキドキでうまく喋れませんでしたよ。昔は意外とウブだったんだな。今でもウブですよ。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。私話題になったアイドルですよね。すっごく可愛かったな。引退しちゃってすごく残念でした。キリュウさん、ひょっとしてファンだったんですか？まあそうだな、大ファンだ。意外です。私はるかちゃんの曲よく CD で聴いてましたよ。みんなに言ってるんでしょ。キリュウさん、はい、私の連絡先です。いつでも連絡してくださいね。ございました。また来てくださいね。それじゃあカラオケですか？いいですね。それじゃあ行きましょう。
らっしゃいませ。2人だ。料金は2名様で1000円になります。それではご案内いたします。これ私のお箱ですよ。すごく楽しく歌えました。キリュウさんの歌も聴きたいな。上手です。そろそろお時間となります。お帰りのご準備をお願いいたします。そろそろお店向かいましょうか。
今日はまだまだ一緒にいましょうね。こちらになります。ありがとうございます。実は俺、刑務所に入っていたことがあるんだ。え？本当ですか？でも私には桐生さんがそんな悪い人には見えませんよ。あ、ひょっとして冤罪だったり、誰かのためにわざと罪をかぶったとか？さ、どうだろうな。人にはいろいろありますもんね。私はキリュウさんは悪い人じゃないって信じてますよ。自覚はないんですけど、多分結構甘えちゃうタイプかな。ほう、甘えるタイプなのか。はい、にゃんにゃん言葉とか使い始めたりするかもしれませんね。いや、言ってない。忘れてくれ。絶対言いましたよ。もう、キリュウさんったらお茶目で可愛い。荷物が重くて。キリュウさんはむしろ、その発想はそれ、お世辞でもある。そろそろお時間となりますが、かしこまりました。私、今までは日頃の楽しみが毎晩干し芋を食べることくらいしかなかったんですけど、最近は桐生さんと話すことも楽しみの一つになってきました。俺は干し芋と同じってことか。そんなネガティブに捉えないでくださいよ。私、干し芋がとってもとっても大好きなんです。だからそれと同じってことはですね、キリュウさんのこともとってもとっても大好き。何言っちゃってるんだ私。とにかくキリュウさんとお話しするのが楽しみで胸がドキドキするんです。
奇遇だな、俺もだ。え？それは、その、桐生さんも好きだってことですか？ああ、お前の気持ちと同じだ。そんな、どうしましょう。まだ心の準備が大胆ですね。でも嬉しいです。桐生さんとなら私ん？何を言ってるんだ？欲しいもの話じゃないのか？え？俺も好きだぜ、欲しいもん。もう桐生さんたら誤解させるようなこと言わないでくださいよ。あ？誤解？もういいです。おかげさまで余計ドキドキしちゃいましたよ。桐生さんって変な人ですね。お前は太一か？うん。なんだ、太一か。うん。そうなのか。うん。それでさ、ん？そっか、あの、ん？実は今日、何？それで俺だから、その貸してもらえないと。大地。あ、消えた。お前、そもそも。え、そういえば話してなかった。それで俺は。あ、実は今、だから、その人に。おう。そうなんだ。その人は、そこに、おか。ああ。本当？よし。ミレニアムタワーへ向かうか。待ってろよ、詐欺野郎。誰だ？おお、手間取らせやがって。あんたが石垣か？はい、私石垣明と申します。あなたは？桐生だ。ああ、あなたが桐生さんですか。太一君から話は聞いております。それでは早速治療費の件なんですけど。いや、その前に一つ聞いていいか？はい。あんた当然太一には会ったことがあるんだよな？ええ、もちろんです。それじゃあ、あいつの顔に大やけどの跡があるのは知ってるよな？そのやけどの理由を聞いたことはあるか？いえ、理由まではちょっと。いや、
太一はまんまと騙されるとはな。くそったれ。なんだよ、バレちまった。お前は太一でーす。おい。おっさん、おとなしくやられるや。どうか。だめだ。もう二度と。分かれてに、うん、もしもし。俺だと。てめえ。おじさん。ひょっとして。だから台特に用事があったわけ。そ。よかった。ちょっと。ああ、俺俺先か。かったよ。それじゃあどこ行きましょうか。普段ダーツとかやらないから楽しみ。それじゃあ行きましょう。よし、頑張るぞ。私そんなに上手くないから手加減してね。手加減しないぜ。
し、勝負ありだな。あー負けた。すっごく楽しかったです。絶対また同伴しましょうね。そろそろ。今日はまだまだ一緒にいましょうね。こちらになります。わあ、キリュウさん太っ腹ですね。今一番欲しいもの？学生をしてるので単位か完成されてる卒論が欲しいです。中学生の告白とかはできるわけないじゃん。どっちかというと年上かな。大人の渋い男性が好きなので。確かに桐生さんっていいお父さんって感じがします。そうか。はい、私ももし結婚するなら赤ちゃんを上手にあやしてくれるパパさんがいいな。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。ご報告したいことがあるんです。おお、どうして改まって。実はアイドルとして芸能事務所と契約することになったんです。何？本当か？はい、オーディションに応募して試験も乗り越えてなんとか合格できました。
よかったじゃないか。これでアイドルの仲間入りか。まだまだスタートライン立っただけで、これからが本番ですけどね。でも桐生さんのおかげです。ありがとうございました。俺は何もしていない。光の実力だ。いえ、桐生さんからいただいた言葉のおかげです。中途半端だった私を本気にさせてくれたから、自分の殻を破れたんだと思います。確かに昔よりもしっかりした気はするな。何はともあれ、これから頑張れよ。はい、実はこの後事務所の人と会う約束なんです。面接は別の場所でやったので、初めて事務所に行くんですけど、緊張するな。そうか。まあ芸能界ってのはいろんな奴がいるからな。気をつけるんだぜ。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。当店ではまた別途し、ご指名はいかがいたしましょう。時間食っちまった。
キリュウさん、これからどこ…それじゃあ、行きましょう。よし、頑張るぞ。私そんなにうまくないから手加減してな。全力で来い。どうした？決めるぜ。よし。自動派なかなかないよ。じゃあ時間もより長く一緒にいれるから嬉しいな。さあどうぞこちらへ。
いらっしゃいませ。当店ではまた別途ご指名はいかがいたしましょう。時間食っちまった。怪我なっしばらく寝てろ。出撃だ。
ぜ。運が悪かったんだよ、お前らは。お前らとは誰に喧嘩売ってんだ。運が悪かったんだよ、お前ら。気を緩めるな。進め。誰に喧嘩売ってんだ。違うんだよ、レベルが。運が悪かったんだ、お前らは。よし、俺たちの勝ちだ。よーっ、お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。野郎ども、行くぞ。俺についてこい。運が悪かったんだよ、お前らは。
実を本気出しますか。実を本気出しますか。気を緩める。実を本気出しますか。レベルが違うんだよ、レベルが。お前ら、俺についてこい。運が悪かったんだよ、お前ら。派手に行きますか。よし、俺たちの勝ちだ。よくやった、お前ら。行くぞ、野郎ども。運が悪かったんだよ、お前らは。昨日雨しらずに見せてやりましょう。お前ら、俺についてこい。いい加減に行くぜ。運が悪かったんだよ、お前らは。血の雨を降らせてやるぜ。気流から突撃。運が悪かったんだよ、お前ら。見せつけてやります。
の雨を降らせてやるぜ。気流界の勝利だ。いい戦いぶりだったぞ。いらっしゃい。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。